うるさい。うるさいって言ったの。私に近づかないで。どんまい近づかないでとはね。当然ですよ、こいつにマッパ見られたんだし。マッパって？マッパだかのこと。はあ。でもどうする？このままレンちゃんとギスギスしてても困るでしょ？あんたはどうしたい？ずいぶんささやかな願いね。よし、わかった。それじゃあみんなで、こいつとレンちゃんを仲直りさせよう。面白そう。私も賛成。私も別にいいですよ。こいつがレン相手に玉砕されるとこ見てみたいし。けどわかんないわね。近づいた男はみんな玉砕してるのに、なんであんたみたいに蓮を付け狙う男がどんどん湧き出てくるの？はい。という原理です。近づかないで。
よし、じゃあ帰ったら早速。よし、じゃあ、よし、じゃあ帰ったら早速レンちゃんのとこ行ってみよう。でもさ、ラッキーじゃん。だってレンちゃんと一緒に住んでるんだから、もしかしたらすごい仲良くなれるかもよ。そうだよ、前向きに考えなって。帰ったらひとまずもっかいレンちゃんと話してみよう。ま、玉砕しても骨くらいは拾ってあげるわ。チャンス、レンちゃん一人。ほら、さっさと行きなって。何してんのよ。乙女か、あんたは。その根性叩き直す意味でも言ってきなさい。それで当たって砕ければいいじゃない。ほら、男を見せろ。